ここからは岸田総理の再選そして続投はあるのか総理の本音やそれを取り巻く党の重鎮たちの動きについて伺っていきたいと思います今週火曜日こんな動きがありました麻生副総裁と森山総務会長が日本料理店で会食をしましてそこで総裁選をめぐる情勢について意見交換をしたとされていますその会食で麻生副総裁は 岸田総理が3年間に取り組んできた政策を前向きに評価し安倍政権が残した課題を進めていることにも言及し森山総務会長はおっしゃる通りだと応じたと報じられています田崎さん、この2人の会食でのお話これどう捉えればいいのかというところ岸田総理の続投を支持すると捉えていいのかそれともまた別の意図があるのかどうご覧になりますか。うん、これあのお二人だけでであったののはなくて、はい、さんの側近と あのー、森山さんの側近がもともと側近同士の仲が良くてそれに乗っかったという形で、うん、あの差しじゃないんですね、<っ>ででそもそもこの麻生さんと森山さんというのは結構政治家の人間関係の中では距離があると言われてきて、うん、でおそらく2人の思いが共通するということはないんだろうと思います、うん、でその中で森山さんはあの岸田さんのを再選、えー、支持してもいいかなと決めてはいらっしゃらないけれども。うん 考えていらっしゃるで麻生さんがどう考えるかっていうのはまだあの誰を支持するかっていうのは全く決めてないし、うん、誰にも言ってないと思います、岸田さんにも岸田さんを支持するよっていうのは言ってないし、うん、あー茂木幹事長にもあの支持するとは言ってない、おそらく候補者が出そろった段階で、えー、勝てそうな人に乗っかるってパターンじゃないかと思います。 あの麻生さんがこの岸田さんがやってる政策を評価するっていうケースは例えば、ニューヨークに行ってトランプ前大統領とが会談した時もはい、はい、やっぱり岸田さんっていうのは実は安倍さんでもできなかったことをやっててすごいことをいろいろやってんだみたいな説明したって話聞いてますけども政策については一定程度やっぱり岸田さんを評価してる部分っていうのはやっぱあるんですそれはあの前から言われてますよね、ええ、麻生さんはだから岸田はあの安倍のやれないことをやったとっいうような評価の仕方は。 もうあの1年前からずっと一貫して言われていることじゃないですか、うん、そうするとその一方であの政治資金規正法改正の,あのパーティー券の購入上限5万円の件、はい、あの件はもう許したといういいや許してないでのはそれはあのあの麻生さんが、まあ、あのは岸田さんを評価しているんですけれども一方で岸田さんはあの麻生さんから見れば今年2回裏切られているわけですね。はい、で1 1回は1月に えー、派閥の解散をいきなりした、はい、ーパーティー券を購入した際の公開基準を麻生さんは20万円を10万円に下げればいいんじゃないかと言ったのに対してそれを一方的に5万円にした、うん、それで要するに俺の言うこと全然聞かないなと、はい、その部分はあの根っこにあるんですよ、もうあの表立って起こるってことはなくなってますよ。な、うん、なくなってますけれども そこはやっぱり、割りとある時点になると、この岸田さんという人は思い込む人だなと、頑固だなという感じで持たれてると思いますただ、選択肢として岸田さんが再選する選択肢というのも、麻生さんとしては持っておきたいっていうことがあるんです持っておきたい、カードの1枚ではありますが、先頭に立って支持することはないでしょう、はい。あ じゃあ結構、やっぱ冷え切ってるということですねまだ,まだまだあれだし、はい、あの岸田さんが再選できるかどうかというのは慎重に見極めてるんじゃないですか岸田さんが再選,表明再選を目指すという出馬表明するかどうかが焦点になる中で、まあ、岸田さん最近その、まあ、政権幹部との会談というのも頻繁に行っているようなんですけれども今月2日には麻生副総裁や森山副、えー、総務会長との会談を行ったと。で3日には まあこれ官邸の中でしょっちゅう会ってる中だと思うんですけど林芳正官房長官ともわざわざ公邸であの会ってあのでしかも2人で会いましたってことを林さんが出てきて言ってるっていうなんかこう次の政権、次の再選も当然目指しますっていうことをアピールするためにわざとこういう会合をカメラの前で撮らせたりしてるんじゃないかって見方もあるんですけど林さんはこの辺りの岸田さんの動きをどう見ますか。そうですねやはりあの こう国会が終わってで麻生さんとの関係改善を狙ったけれどもあの2週にわたって会食したでも、はい、思ったほど一気に関係修復にいかないというところで、うん、多分7月の中旬ぐらいはあの中下旬にかけてはです、ね、岸田さん、ちょっと元気なかった。 瞬間もあったと思うんですよね、はい、ただ、ここにきてです、ね、で実際、総裁選の,そのポスト岸田レースを見ていても、やっぱり他の候補がパッとしないという状況を見る、うん、あとはあの各種世論調査でも、ですねあの少しだけどあの支持率が上向いているものもあるといったところを見て、ですねやはりあのそろそろ自分が攻めに転じるというような局面に入ったんだと思いますさ、うん、<の>にその政権支持率、はい、まあ最新のこれ、時事通信の世論調査ですけれども、うん 2日から5日の間に取られた調査で、支持が19.4%と相変わらず低いんですけども、時事通信、対面で取ってるんで、それでもより一段低く出るんですけれども、ただ前の前回の調査に比べると3.9ポイントアップしてると、未増になってるっていうあたり、このあたりはじゃあ、岸田さんはちょっとまだ前向きに捉えてる可能性あるという,うあると思いますね、でもまあ岸田さんは基本的にはあのやりたいわけですから、再選したいわけですよ。だからやっぱり再選するために、そのプラスの材料というのをやはり考えたいと。 と、うん、いいうううには当然思うと思いますであの先ほどの,あの要人たちとこう会合を重ねるという状況でその自分のこう再選に向けた環境整備をやっぱりあのじわっと内外に示すということなんだと思ってます山口さん、これ、はい、例えば野党などは岸田さん、これだけ支持率が低迷しているので、まあ、自民党総裁選で新しい総裁になるんだろうぐらいの。 気持ちの方が結構議員はいや、まあ、あの3年前、ね、菅さんが辞めて、岸田さんが出てきて、政治の雰囲気をがらっと変えて、選挙で、で、立憲が負けたっていう経験がありますから、はい、まあ同じことを今回も自民党はやるだろうっていうふうに、まあ、ある意味、戦々恐々としてますよね、はいうん、だからそういう意味で岸田さんがやる気を出すっていうのは、野党から見ると、ありがたいことでしょうね、うん、やっぱり。 あのまあ、そうした中で岸田さん自身は実はあのそんなにへこたれてないという意見もよく永田町で聞くんですけど、うんはい、世論調査の結果を見るとかなり厳しい結果が出てるそうなんですね厳しい声が岸田総理の続投に対しては出ているんです。 朝日新聞が先月20日から21日にかけて行った世論調査で岸田総理に続けてほしくないと答えた人が74%続けてほしいと答えた人が 18%JNN の調査でも交代した方がいいと答えた人が70%続投した方がいいと答えた人は17%という結果だったんですけれども林さん、岸田総理にこうした声は届いているかどうかここはいかがですか。 当然認識してると思います。はい、そういう意味では党内の情勢を見てですね、どうもやっぱり岸田卸し的なあの空気がやっぱりあのまさに菅さんがあの通常が終わった後に打ち出したわけですけれども、その時はやはり相当この数字やなんかも含めてですね、本人聞いたと思います。うん、ただここに来て先ほど申し上げたように、じゃあ自分の後 誰ができるんだろうか、そのど本命がいるのかというところを研究し始め、今、分析していると思うんですけれども、はい、どうもそういうほど本命はいないんじゃないかということであればです、ね、多分あのこれは要するに選挙できないということですから、岸田さんで選挙すると、もうだめよというのと同じ世論調査なので、その選挙の時期も含めてです、ねあの、いろいろとこうゲームの中に組み込んでいくんだと。 とといいうこななんじゃかまさにその対抗馬として有力な候補がいるかどうかというら、今、下馬評でその総裁選に出馬する可能性のある人ということでこういう顔ぶれ今ちょっとまとめてみましたけれども、まあ中には岸田政権の閣僚として閣内に入っている人も入いるわけですけれどもただ、若手のリーダーとしてまあ小林隆之さんとか小泉進次郎さんに期待する声なんかも出てますけれども 誰かが突出して今、その対抗馬、ポスト岸田はこれだっていう人が勢いがある人がまだ見えないっていう、まあ、田崎さん、このあたりはその岸田さんの判断にどういう影響を与えてくるんですかあの岸田さんの心境がどうなのかについて、先ほど、あの岸田さんが慌ている3人の名前が出てましたよね、はいで、そのうちの1人が言われてたんですけれども、岸田さんは、あの勝てるなら出たいと、はい、勝てる見込みが立つなら出たいと。 えー、でも、あのー、今の段階であ勝てるかどうかの目処が立ってないんで、うん、今、いろいろ党内の空気を探っているのが今の状況だと、うん、いうことだと思うんですでだから、岸田さん自身今悩んでいてどっちとも決めていない、うんえー、状況ですけれども先ほどその朝日新聞の世論調査あったように、あのー、7割が、あのー、再選しないでくれって言ってるのはあのー あなたが選挙岸田さんのもとで選挙したら負けるっていうことを示してるわけですね、うん、で実際にあのこれ、多分表に出てないと思うんですけども、6月に自民党は内々に世論調査を実施してます、はい、でその時の議席数は、どう見てもうまくいって190ぐらいの議席しか取れないって結果なんですよ、うんで岸田、それを見た人たちは、知ってる人たちは、岸田さんのもとでもう解散・総選挙できないよと。うん やろうとしたら止めなきゃいけないよって思っている方が、はい、あのその数字をデータを見た人はそういう意識なんです、うん、もう岸田さん、これで解散できないねと、はい、でそういう厳しい状況も反面あるわけですでだから、あのまあ、岸田さんがそれをどう見るかというのはまた別ですけれども、うん、一方で今あの、総裁選に向けた動きは水面下で相当やっぱり。 いいろいろ行われていて、はいあの、先ほど申し上げたように、茂木さんも一生懸命こう国会議員の支持を集めている、はい、でここに出ている、えー、6人のうちで、おそらく20人集められる可能性があるのは、あ小泉進次郎さんと小林孝之さんだと思いますよね、この2人は20人を集めて、はいえー、多分あの出馬。 うん、されるんじゃないかなと思います。まあこのあたり例えば小泉進次郎さんあたりが本当に候補として上がってくるのかどうかっていう意味では。 その裏に誰がつくかっていう部分もあると思うんですけども、はいはい、もう一人麻生副総裁のさ話先ほどやりましたけれどももう一人のキーパーソンと言われているのが今菅前総理が誰を支持するか、はい、この辺りちょっと見ていきたいと思いますはいではそのもう一人のキングメーカー菅前総理についても伺っていきます菅前総理は6月に出演したインターネットの番組でこちら総裁選で新たなリーダーが出てくるべきかという質問に対してそう思う 総裁選は国民に刷新の考え方を理解してもらう最高の機会だと述べていたわけなんですけれども、田崎さん、最近表立った動きの見えないように見える菅前総理ですけれども、水面下ではかなり動きがあるんですか、ええ、これは菅さんはあのうん、ほぼ新次郎さんに絞り込んでん新次郎さんでまとめられるかどうかを実際にじゃあ、もう。 水面下でいろいろと動きはらしゃると思います。です前回は小石川なんて言われてましたけれども、ね、小石川ですけれども、はい、あのそのインターネット番組で出演した時点ではあれはあの視聴者からこの人どう思いますどう思いますって聞かれて答えてるだけなんですね。うん、だからあの悪口一個ないですよそら、うん。でも実際に見てるとあの新次郎さんがあの筆売表筆売 だい,にだいぶ傾いてきていて、うんえー、その気持ちを見ながら菅さんはあの応援するぞと声をかけている段階だと思います私もあの先日、まあ、岸田総理に近い議員の方にちょっと話を聞いていた時に、ええ、岸田さんが仮に再選を目指さないということを決断した時に、ええ、じゃあ残りの候補のメンバーの中で誰が一番自民党にとっていいと考えているんですかと聞いたら。うん おそらくそのまあ次の選挙とまたその次の選挙、参院選と衆院選、2つの選挙があると、その2つの選挙を同時に乗り切れる人材というのはかなり限られる、うん、その中の筆頭格が小泉進次郎さんじゃないかということを言ってた人いましたけれども、はい、そういう意見ってやっぱり自民党の中で結構多かったりするんですか僕もそういう話を聞きましたね、うんえー、岸田さんに近い人から。はい、やっぱり、あのー 年内に総裁選終わった後すぐ衆院選挙になるかもしれない、はいえー、そして来年夏には参院選挙がある、うん、衆院選と参院選を戦い抜かなきゃいけない、うん、その時にやれるのは新次郎じゃないかという話は聞きました、うん、でやっぱり新次郎さんはねあの、まあ、ふさわしい人っていうあれで高い人気を誇ってるだけじゃなくて。 あの自民党が政権をうち失っていた時代も含めて、ね、はい、自由な選挙にはほとんど人の選挙を終えたたび、飛べ回ってるんですよ、うんで、そこでいろんな人と接触しながら、はい、あーやってるわけですね、だからあの選挙に強いっていうか、選挙になるとあの、石破さんや小泉さんを頼りにするっていう状況はずっと続いてるわけです。うん、だからここはあの石破あの 小泉さんの出番かなと思ってらっしゃる方が少なくなくいいと思いますよ、うん、林さんは今の,その田崎さんの話で、まあ、もうキーパーソンである菅前総理が実はもう新次郎さんで意を固めているんじゃないかって意見ですけどどう見ますか私もあの実は同感です、あのこの菅さんの,このオンライン番組ってもう2か月近く前の話ですよね、そこからまあ菅さんいろいろとこう考えを巡らせているし実際に石破さんと会ってもいると。 水面下でも動きがないということは、はい、やはりあの基本的には石破さんを見切った可能性があると見た方がいいとうん、うん、そうなるとじゃあ誰ですかと。 いうと当然それは小泉さんなぜならば選挙で勝てることが第一であるからというふうふに思いますであとはだから小泉進次郎さんがまさに決断するかどうかというところにかかっているというふうふになってくるとで小泉さんが名乗りを上げるとなるとじゃあその岸田さんが出るか出ないかとというところにも大きく影響を及ぼすというのでこれ非常に難しい今タイミングがこのお盆明けに来るんじゃないかというふうふに思っています。 9月に選ばれる自民党と立憲民主党の新しいリーダーが誰になろうと次のリーダーは大きな使命を背負うことになるんです。といいますのもこちら、2025年は夏に東京都議選と参議院議員選挙が行われまして10月には衆議院議員が任期満了を迎えるこういう年になるんですね。田崎さんまずは行われとするならば ズバリ解散・総選挙のタイミングはいつごろだと僕はやっぱり総裁選直後の可能性が一番高いと思って見てます先ほど政治日程表が出てましたけれども公明党はその都会議員選挙や参議院選挙とぶつかることはもう絶対避けてほしいと、はい、それまでの期間よりできるだけ開けてほしいということでおそらく公明党や総価学会の共有範囲は延ばしても来年12月だろうと思います。うんで あの3年前の政治状況を考えますと、あの3年前総裁選挙が行われたのは9月29日投票だったわけですね、はいで、10月4日に岸田内閣が発足して、10月14日にもう衆議院解散して、10月31日に投票してるんですよ。だかからら総裁選の投票日9月29日月月ちょっとでもう 総選挙の投票が終わってるんですね、はい、今回も同じようなことが起きる可能性があるということです、ね、ただあの、まあ、政治とカネの問題で自民党への逆風が吹いていると言われている中で、はい、まあよほど新鮮で、よほどインパクトがないと、新しい総裁、例えば岸田さん以外の総裁になったとしても、はい、すぐには選挙できないんじゃないかという声も最近、自民党内で聞くんですけれども、はいはい、そのあたりはどう見てますかそれはどういう総裁選になるかということですよね。 えー、総裁選で議論して、はいえー、政治と金の問題は残ります、残りますけれども、この国をどうしてくれるんだ、はい、自民党をどうしていくんだということで、活発な議論が行われて、政治と金の問題あるけれども、はい、この党にもう一回期待してみようかという気持ちになるような総裁選にできるかどうかですよ、うん、あるいはそういう人を選べるかどうか。はい、かそれはあのー 自民党にとって本当の正念場は総裁選だと思います、でそれでできれば、すぐ衆議院解散、総選挙でしょう。う林さんはそのあたり、どう見てす私もあの本命はもちろんあの、総裁選が盛り上がったという前提で、あの秋、10月だと思います、うん、ただです、ねあの、最近ですね、特に自民党の衆議院の人たちと話すとです、ね、任期、はい、満了もありじゃないかという人たちが、意外とポロポロ言えると。うんはいうん いうところは見逃せないなとは思っています、うん、ということはその総裁選挙の前提として直後の解散がない総裁選挙になる可能性はあのゼロじゃないということだと思います、はい、でこれは任期満了となるとですねその前に実は参議院選挙の方が先に来るんですよね、うんはい、国政選挙、はい、そうすると自民党の禊とされる選挙は実は参議院選挙になるかもしれない、うん、まあそぎというのかガス抜きというのが分かりませんけれども、うんはい、というところだと思いますでそう考えるとバックキャストして考えるとですねやはり総裁選がどうなるかというのは非常に 重要ではありますでこの総裁選の中で政治と金の問題は必ずあの自民党改革とセットでメインイッシュになると思います。うん そうするとこの間はです、ね、やっぱりあの通常国会の最終盤で、はい、この中途半端とされたです、ねうん、政治資金規正法改正案を自民党通しているわけですよね、うん、そうすると総裁候補の人たちが歯切れよくです、ねうん、そこから先の議論ができるのかというと私は非常に疑問視をしています、うん、そうなっていくと本当にこの総裁選が盛り上がるのかそれは若い人たち出てきて盛り上がったね、はい、じゃあ選挙だというふうな単純なところには自民党の支持率の不要はないんじゃないかと。 あと岸田総理は最近になってその憲法改正とかですねまた新たな大きなテーマをこう突然出してきた感がありますけど野党はそれを批判しているようですけどもこの動きはその再選に向けた強い意欲から出ているものだという,ふうに見ますかまさに岸田さんは今、自分が再選できるかどうかのフィーズビリティスタディをしているという状況だと思うんですあの実現可能性を探っているということですけれどもその1つとしてやはり保守層安倍派がぐーっと離れているのは彼自身、感じているので安倍派を中心とした 保守層の人たちを戻すという意味でこの憲法をで特に自衛隊の明記などですね、はい、そういった球を見せることによってどれだけ自分に支持が戻ってくるのかどうかを今、測っているんだと思います、うん、山口さんは今後の国政選挙のタイミング、うん、まあ自民党総裁選が終わってそれからまあ衆院選がいつあるのか、うん、参院選の前なのか後なのかってあたりこのあたりはどういうふうにまいふに、まあ、常識で考えればやっぱこれだけ不人気な総理大臣で続けてきたわけですから。うん それはあの総裁選っていう機会を,をとにかく使ってその総理を変えないことには自民党の生き残りはないじゃないですかだから自民党の皆さんの生存本能があれば当然あのもっとこうフレッシュな政治家を総裁総理にしてその勢いで10月11月に衆議院選挙っていうのは。 まあこれがもう本当に誰も考えつくパターンだと思いますねだからそこはもう自民党の政治家が現状どこまで厳しく捉えているのかその危機感の大きさが反映されていくんだろうなと思いますね、うん、田崎さんそうなってくるとやはりまあ選挙を考えた人選ということで総裁選はやっぱり進んでいくっていうふうに見たほうがいいんですか、ねうん、あのイコール政権交代を防ぐ あ自民党が政権を維持するために、何がベストなのかということを考えた総裁選になるだろうと思いますそういう意味では、先ほど、小泉進次郎さん押す力が結構出てるっいう話もありましたけれども、はい、やっぱりそれもその先の選挙で勝てる人選っていう意味で出てきてるてう、ね、そういうことです、やっぱり選挙に勝てる人を選ぶっていうのは、今回のまあ総裁選の裏テーマですよ。はい、表では政策論争とかいいろろありますけれどもうん、うん 選挙で勝てる人それですよこの政治とカネの問題に例えば一区切りをつけるためには、まあ、前回の国会での,その法案成立しましたけどまだ中途半端だという批判があるさらに一段と政治改革を進めるための改革案というのを例えば今の岸田政権がまだ打ち出せる余地があるのかどうか。 この辺りだと思いますか。僕はね、これ、あのー、政治と金の問題が消えないだろうと思いますあ<ー>、うん。で、残っていくだろうと思います。はい、うん、騒がさりながら、僕はやっぱりこの問題でけじめをつけられる人はたった一人しかいなくて、はい、それは岸田さんだと思いますよ。うん、うん。岸田さん、これはやっぱり自民党の組織のトップとして、はい、えー、けじめ自らけじめをつけることが。 僕は岸田さんにまず求められていることだと思いますよ。それは追加で政策。例えば政策活動費を透明化するとか、そういう一個一個の政策を出していくっていうことなのか、あるいは自ら身を引くっていう意味でおっしゃってるんですあ。あの僕があの考えているって言うか。僕が見てるのはあの。 有権者の皆さん方は、政治資金規制法のどこをな、はい、どう改正したかっていうのは、それほどあの関心がなくて、うん、難しいで、ね、で誰が責任を取ったんだと、うん、あの自民党、誰も責任を取ってないじゃないのとあいうところで、責任を取って、この人が責任を取ったなら、それは自民党として、あのー、ちゃんと認めてることだってなるのは、うん、それは岸田総裁だけなんですよ、それは。うん だからそういう意味で岸田総裁がまずそこを明らかにした方がいいんじゃないかと思います。うん あのよく言われるのはその政治と金の問題一連の問題ありましたけれどもキックバックしていたそのプールしていたお金をじゃあどういう形でその返していくのかのに、はい、そのお金をどう処理するのかというのとあと、元凶を作った責任者の処分、はい、これがまあ中途半端だったんじゃないかと言われてますけど、うんはい、林さん、この辺りは例えば今の岸田政権でもう一段とさらに政治改革として大きいその改革案みたいのを打ち出してやっていくという余地があると思いますか岸田さんじゃあ無理 ぎりぎりのところで彼はあの今回の政治規制,改正規制法の改正というところで手打ちをしたという状況ですから、うんはい、今あの、自民党の議員さんたちは地元に帰って、やっぱりその自民党への逆風は止んでいないというのが、彼らの肌感覚なんですよね。ああはい、ということは、これは何かといったら、たとえ、その 岸田さんが責任を取りましたで、その直後に新しい総裁の下で解散がありましたと言った後に、うん、それでやっぱり責任を取っていない、同じように責任を取っていないとりわけ安倍派を中心としたです、ねはい、裏金議員と野党の攻撃にさらされるわけですよね、うん、それに耐えられるだけの自民党の支持率の,復,帰があの復活があるかどうかというのがポイントなのかなというふうに思っています、うん、あちょうどあの視聴者からの質問でその、まあ、政治と金に関する質問が1個来ているのでちょっとお伺いしたいんですけれども。 愛知県の男性60代の方で裏金問題に対する国民の不信は残ったままで9月に仮に総理大臣が変わっても思い切った政策や自民党を変える強い決意を国民に示さなければ自民党への国民の支持率は低いままだと思いますがどうでしょうかということですけどど田崎さんこれどう考えますか、うん、あのそれは政治家の問題先ほども申し上げたように残っていくんですよ。うんえー、残っってていて 多分、ね、あのこういうことを新しくやったとっ言われてもすぐまだ足りないねと言われるに決まっているんです、えー、だから、そこはあの総裁選をやる中で乗り越えていく、はい、その前にあの自民党総裁としての責任を明らかにするということだと思いますよ、うんね、山口さんはこの政治とカネの問題、はい、どこまで大を引くかというあたりはぱ大引くと思うんですよ。うん、あの特にそのいわゆる裏金で 何をしたか何に使ったかっていうのも本当にこうまだまだ分かんないところがいっぱいあって、はい、国民感情から見ればやっぱり政治家がとってもとてつもない特権を持ってっていうふうにまだ見えてるわけですよね、うん。でこの問題はやっぱりその自民党の中の従来の常識と国民の常識が全くこの相対立するっていう状況なんで、はい、やっぱり岸田さんが政治家としてそのどっちに自分の足場を置くかどっちに立つかっていう。 そこのねやっぱり見極めというか決意というかね自民党の中でソース感食ってもやっぱ国民の常識に沿ってもう一段こういうことをしなきゃいけないみたいなことを言えばねこれはやっぱりまだまだ岸田さんあの続けていく可能性は私は残っているとは思うんだけど総裁選のことを考えて党内の融和ばっかりあの求めていったらこれはもう国民は完全に見放す。 でしょうね、うん、あと、この情勢から見るとやっぱり野党勢力がもっと力があればもっといまあそうなんですよねまだイギリス見ててもやっぱり政権交代というのは受け皿がちゃんと存在するから起こるわけで、うんね、そういう意味でやっぱりこの立憲民主がそのやっぱかつての民主党のような受け皿という認知を、ねうんうん、この代表選挙を通して国民の間にこう持ってもらう。 相当ななな努力をしなきゃいけないけですよね、うんまあ、それ野党共闘というのがずっと課題としてあって、うん、まあこの間の都知事選とかその前の補選もそうでしたけれどもこれちょうどあの山口さんへの質問ということで視聴者から来ているんですけれども、はいえー、山口さんが苦労して野党をまとめ野党連立政,政権を作るということが本当に値するの,の,するのかどうか疑問があります。 過去の民主党政権の時もそうでしたがどうせバラバラに分解する姿しか想像できません、うん、国民が野党を支持できない一つの理由だと思いますい<や>仮に次期選挙で野党連立政権ができて、うん、またバラバラになれば今後数十年野党,の野党に政権を任せるという機運は起こらないと思いますと,いうことい非常に厳しい的確なご質問で。えー、<laughs> あのー やっぱり、ね、正直言って今の野党ってやっぱり距離があるんですよでそれをともかく選挙に向けてまとめるっていうか協力調整していって政権交代を一回起こすって、まあ、それ自体は私は意味があると今でも信じてるんだけどやっぱりその次の政権の、はいまあ、泉さんが言うミッション使命、うん、テーマ課題それはねやっぱりかなり絞ってこういうことをやって政治の基本的なルールとか土台を変えていく、はい、その自民党も含めて その政治家がこう選挙を戦うあるいはまあいろんな政治活動をする上でどういうふうにお金を集めるかとかどういう競争の条件を作るかみたいなそこをやっぱりきちっと変えていくみたいなそういう土台のところでこうごく少数のテーマを設定してそれで協力をするそれができたらまたもうその新しいルールの下でまた次の選挙みたいなそういう90年代にあったその改革政権 みたいなねこうイメージであんまりその永続していろんなことをやる政権を一気に野党協力で作るってのはそれは私も難しいというふうに思っています。 政権の支持率は相当低迷しているわけですけども、林さん、この辺りあの自民党がじゃ仮に次の国政選挙でなかなか議席が取れないという構図になったときに他の党との合唱連行みたいなところも視野に入ってくる可能性があると思うんですけども、その辺りの可能性はどう見ていますか。 だとは思います。自民党を主語にした場合ですね。で、それはやっぱり自民党の負け方次第というのとまあ、大阪での公明党との対決ぶりっていうところが、あの、はい、多分あの関係してくるんだと思いますが、やっぱりこう。逆に野党から見るとですね。今度はその連立が前提の。 多分次選挙にはならざるを得ないということですからその連立をどういう形で作るのかというところがもう問われるということなので次の選挙というのはまさにこの政権の形をきちんと国民に説明するそういった選挙になるんじゃないかと。いう,ふうに ここからは総裁選代表選に臨むことというテーマでゲストの皆様からご提言をいただきますではまず田崎さんお願いします僕はあのとにかく両方とも自民党も立憲民主党もそうですけどどんどん立てと、はい、で自民党は来年立党70年ですよ自民党最大の危機だと今思いますその中であの幹事長をやっているとかあるいは若いとかというんじゃなくて 20人集めるっていうのはかなりハードル高いハードル、はい、立憲民主党もそうですけれども、うん、それをクリアするならばどんどん立てばいいと思います。なるほど。はい、ありがとうございます。山口さんお願いします。はい、あの私も同じことですけど、やっぱりこうたくさん出てどんどん議論する議論を聞きたいですね。うん、はい。 ありがとうございいまますす林さんお願いします、はい、私はあえて民意というふうにしましたが、はい、これ、やはりあの両方とも大あのリーダーを決める選挙ですけれど,あの選挙ですけれども、やっぱり永田町とかです、ね、そういった論理では、永田町の論理ではなくて、やっぱりその先の国政選挙を見据えて、やっぱり民意をどう救い取るか、民意にどう応えるかという論戦をやってほしいというふうにそれぞれ党首選あの、候補、これからだんだん出てくるんだと思いますけど。 ただし、これあの、候補者たくさん出た場合って、例えば現職の岸田さんに有利とかって、そういう構図って言えるんですかあのというよりも、1回目で過半数を取る人が出なくて、決選投票に持ち込まれる可能性が高まりますよね、はい、候補者が多いけど多いほど。そうすると、どれと誰と誰が組むかとか、はいあの、候補者同士の連携が。 ポイントにもなってくるだろうと思います。えー、はい、さあこのあたりやっぱりその決選投票を見据えた動きっていうのはやっぱりもうすでに始まっていると見た方がいいんですね。そうですね。それこそキングメーカーとされるお二人も含めてですね、はい、決選投票がある可能性を十分考えてると思います。それぞれのグループの票を持ってどっちの候補に入れるかっていう作戦がまあこれからさかなり問われてくるところですね。はい、それがもう注目ですね。ど,どう説明するかも含めて。